スネーク、急げ。味方の戦車隊が敵の空中 AI 兵器の攻撃を受けているという情報が入った。今すぐ援護に向かうの。あ、スネーク、しまった。敵の空中 AI 兵器からのミサイルが飛んできてる。危ないから、ちょっとそこに隠れて。あ、今なんかカズが言ってたような気がするが、気のせいだ。危ない。スネーク大丈夫か。クソ、なんて威力のミサイルなんだ。よし、そこからなら敵が見えるはずだ。あれがクリサリスか。なんて巨大な兵器なんだ。クソ、気をつけろ。その付近には敵の伏兵が潜んでいるという情報が。しまった、見つかった。それは敵兵だ。あった、今だって。スネークの殺人タックルが。あれが友軍の戦車隊だ。相当消耗しているようだな。なんか紙で作った置物みたいに見える。あ、なんだスネーク、今何言ったろ。ライフ回復弾か何かかな。うん、なんか事前に聞いてた情報と随分クリサリス形が違うくないかしら。あ、だっ、あ、いいやつほど早く行く。家族には伝えておく。さっそう。いかん、スネーク。ダメだ。我々の諜報部の情報によると、そいつはスナイパーライフルとかで、なんか弾当てても絶対爆発しないから、ちょっと、これからどうしようかなって考えてたところだったんだけど。花火でもあげるか。花火ってあんた。あ、いや、グレネードはいくらなんでも届かないじゃないか、スネーク。それはさすがにないわ、ない。ちょっと、もしかして、落ちた。落ちるんか。落ちないだろ、それは。いくらなんでも。いやスネークが消えた。一体スネークはどこへ。スネークはどこから現れてどこに消えていくのか。グレフォックスが実況するメタルギアソリッドピースウォーカーパート8、始まります。スネーク、今日はまずはモンスターハンター資料クエストから手をつけていくとするか。準備はいいか、スネーク。なな、貴様誰だ。ここは一般兵の出る幕ではないぞ。監督、ライフとメンタルがいつの間にマックスに9999、1500ぐらいじゃなかった。腕、今の見た、腕太いな。日頃から鍛錬を怠らないとは聞いていたが、まさかこれほどまでだったと。お見それいたしました。行くぞ、トレニア。監督は、トレニアのリュックサックかなんかに入ってたのか。ゴーゴースネークは。あ、これがスネークなのか。何言ってんだ俺。今のはスネークが変装したんだな。デコイオクトパスみたいな感じで。雑だよ。変装って呼ばないよ、それ。スネーク。っていうかまあ、小島監督なんだった。これは監督です。誰が何と言おうと、なんか SM プレイやってるみたいな。ウプネシはね、モンスターハンターやってないんだ。未プレイの。だから、まあ、なんだろう。気の利いたコメントできないから。うわ、この年、原作より避けづらいみたいなことを言えないんで、そこら辺ごめんなさい。頑張ります。よし。次回予告完全再現でいく。ビオレウス君、君。前回の次回予告を見てなかったのかな。あはは。圧倒的じゃないか。突撃してくれるじゃん。ちょっと色ほどが遅いよ。監督、もっと手早くやってくれ。死にそうじゃん。今回は、レーションをちゃんと装備してきたから。財政難だったからちょっと、カレーとかは用意できなかったけど、レーションだけ我慢して。おお、見たか、このスティンガーの追尾性能。甘いんだよ。お、圧倒的じゃないか、我が軍は。楽勝すぎてつまりま、す、あれ、楽勝すぎてつまりませんね、監督。ちょっとすみません、ミサイル、ミサイルちょっとなくなっちゃったんで、監督。申し訳ないけど、
法的武器やってて、ちょっと武器変身中はねえ、あの攻撃しないの決まりだぞって言われるし、よし、なんだこれで奴はその場にとどまるようになった。投げてダメージが、ダメージ消したことないな全然。しかしこれはどうかな。お、いいね、かなりあった。お、あった、おぶ、カズ監督に当てるなよお前な、監督に当てたらもうクビだぞやね、政府副司令とか残についてられないぞお前、まあ、遅いなやっぱり。ちょっとおー、ね、当たれ、当たんねえな。音でギャオーンって言えば当たるんだ。よし、これは当たったろ。頼む、よし、じゃあグレネード。ちょっとちょっと2発、おい2発当てやがった。何の恨みがあってお前、完全に無本だぞ今の。あ、もうない、手榴弾もなくなった。ちょっとまずくないか。ちょっと待って、壊れる。なぜ応答しない。お前、お前のせいだろ。お前が裏切ったからだよ。よく出れてこれ、出れてこれたな、出てこれたな、言えてねえ、おい。いった。カズ。どうした。なぜ応答しない。お前わざとやってるだろ。なんでお前が出るんだよ。ちょっと待って。上手に焼けました。上手に焼けました。ちょっと待って、サンタ装備してない。なんだこの音楽は。ダンボールアタック当てる。よし、うーわ、いった、ビャー目が、ああ、目が、私は、ザ・キューリー。怒りの炎で貴様を焼き殺してやる。生きることへの憤怒、ちょーって。地獄の炎が私を浄化してくれる。あ、まだ生きてる。いや。違います、違います。あっただろ、ないだろこれ。おい、おお、なんというコンビ、コンビプレイ、あっぱれ。もう一個、ちょ待って待って、おい、くんのかよ。うー、装備してない、広くね。収録2日目です。こんなことやってるうちにまた一つ年を取ってしまいました。タクティクスオーガ運命の輪の発売が決定した。嬉しい。ねえ、おいた、おい、やった、当たった、甘えぞしね。ギャー、無知のごとく痩せ細り、無知のごとく痩せ細り、拷問のごとく熱きとき、生き返る。やはりコスタリカコーヒーはうまい。私の教え子です、教え子です。名前はパス、パス
その日が来るのを待っていました。おいおい待ってねえよ。ぬかめし。おお、死んでる。死んでます。いい食わないで。できれば。おーひゃー、抱かせてくれ。肉を焼かせてくれ。肉を鬼畜か、お前。もう一個しかなくなっちゃったよ。肉、お前。焼くもんなくなった。かわいそうだと思わんのか、俺を。てるものか。はい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 、ワロス上手に焼けました。ご飯まだみたいな。まあまあ、ご飯まだ、チンチンみたいな。今作っとけ、もうちょっと待ちにしよう。諦めるんじゃないでしょ。おいマジで。何その自爆テロ、ひどいわ。やめてば。テランフィグルティエルハルカ、テランフィグルティエルハ、テランファナールキラキラハルカ、テランファナールキラキラ、テランファナールキラキラハルカ、テランファナールキラキラハルカ、テランファナールキラキラ、素晴らしい。昔はね、全部覚えてたんだけど、ちょっと忘れちゃった。ピエノファ、エリクルーナファラドゥーリカメシッコの部屋をきれいのバーピエノサツナースイスメリカ、エクルーラドゥーナフィギーナナハ。おお、結構当ててるな。いいぞ、カズ、その調子。頼みますよ。フルパーストライザー全部焼く。中央侵入しました。入る、かわいい。やらけられる。お、マジか。入る、中央侵入しました。ちょっと待って、どっか行ってくる。入る、お前が戦え。俺がここで料理をしてるし、お前が戦え。逆だ。もうちょっと待つことできんのか。寿司見たまえ。よし、なかなかいいぞ、カズ。お前見直したわ。よくやる。今回こそ。っていうか、カズがいっぱい当ててくんないと弾薬的に足りないんだよ、この縛りだと。運の要素がかなり絡んでる。Time is the way I fight to you
そこで死ねえよ。あと一発ぐらいだっても、 C4 があと10発、 C4 が無理だろこれ。マジ集中しよう、まだ体力いっぱいある、勝てる勝てる、余裕で勝てる。お前の攻撃力なんてカスだ、クズも当然。やべ、やるんだけど、早く降りてきて。早く降りてきて。どこへ行こうというのかね。モノマネでもして間をつなぐしかねえんだよ、ここ。いける、まだだ、よし死ね、よし、いや、ちょっと 音出たじゃん、ちょっとイヤホン抜いちゃって、音割れた、うお、割れたってハウリング起こした、危ねえ。大丈夫、今大丈夫、大丈夫だった。終わった、よし、やっと本編の方進められるわ。なんでサイドストーリーやってこんな苦しまなきゃあかんのこれ。ランクは。前回尺の都合で省略したイベントシーンから始める。うまーん、こいつはまさかザボスの馬、命拾いしたように、ね、ブスブス、誰、お前はストレンジラブ博士だな。待っていた、お前を。恋しかったわけではない。ありゃ。むしろ、憎い。嫌われてた。お前が。僕だ！しょんぼり。動く中。武器を手にした人間は。ストラブの裸は見れません。代わりに、ユリが咲いている。私の研究成果を壊しに来たんだろ？レズってことだね。知っているぞ。10年前、お前が何をしたのかも。やった、レズだ。さあ。同じように殺せ。ボスと同じように殺せ。お前はスネーク、いやビッグボスか。人殺しのご褒美にもらった汚れた名をまだぶら下げているのか。お前は育ててくれた恩人よりも実体のない国家を選んだ。世界中の戦士を、どうでもいいけど、ストラブその服熱くね。という権力のために真の英雄を殺した。ここコスタリカぞ。それがお前の忠か、答えろ。大丈夫か。さあどうなんだ。あの女はアメリカを裏切り、核を盗んで亡命した。アメリカの核を使いソ連の血を打った。アメリカ政府は裏切り者のあの女を自ら抹殺することでアメリカの潔白をソ連に証明した。 MGS3 のストーリーだな。全面核戦争を止められるのはボスの死だけだった。それが真実か。サピョン、語られている真実の全てだ。この世で最も愛した恩人を汚名を着せて葬り去ることがか。任務だった。それが自分を守るため下した結論か。お前はボスの、この世に置き去りにされた人間だ。愛した彼女に答えを聞くまで死ぬこともない。ストラブは非常に中二病的発言が多い。生ける屍だ。かわいそうな。会いたいか。ボスはもうこの世にいない。そういうの嫌いじゃないぜ。会いたいだろう。合わせてやってもいい。お前が奪った命を私が蘇らせた。なんだって。スーカ、
ただの鍵タバコだ。葉巻は吸うだろ。ここから先は禁煙だ。彼女に会いたければ吸っておけ。くそ。こっちだ。ゴム草。私が産み落としたモルホチョウだ。サナギでも、マユでもない。完全の名を享受した。成虫だ。誰かいるの？ボス。客だ。紹介する。妙な真似はするなよ。この部屋にいる限り、ボタン一つでお前を炭素の塊に変えることができる。上手に焼けなかったんだな。男の人、戦士。ボスは、ボスなのか。私はママルポッドと呼んでる。ママルポッド。計画への協力と引き換えに、私はザボスのあらゆる情報を要求した。CIA が知り得る全てのデータを。ドリトス買ってきた。生い立ち、従軍記録と身体データ、全作戦ファイル、通信記録、いかなる状況でいかなる判断を下したか、何を奪われ、何を奪ったか、苦痛と快楽、喜びと悲しみ、生と死の全て。そして、お前のことも。なぜそんなことを。コールドマンの要求はこうだった。仮想敵からの核攻撃に対し、最適な地点に効果的な報復を与えるためのマットに基づいた AI。 人間にできない判断と行動を成し遂げる抑止力としての無人装置の。やはりドンタコスとはちょっと違うな。私の結論はこうだ。相手が次なる核攻撃に出られぬよう、関係ねえ話、確実に徹底的にその相手を潰す。そのための冷徹なるマシンのプログラムを作成すること。だがあの男にはあえて違う答えを用意した。地球規模で思考し、未来と過去を熟慮し、苦痛の先に最善の判断を下す最も優れた共感能の思考パターンが必要だと。そのためにザ・ボスの全てを求めた。間違いではない。全人類の喉首を委ねられる人物は私の知る限りただ一人だ。だが本当の目的は何だ。ザ・ボスの汚名を注ぐことだ。伝説的英雄であった彼女がなぜ敵に寝返り、最愛の弟子であるお前に暗殺されなければならなかったのか。作られた虚構ではなく、ボスの真実、最後のボスの意志を確かめたい。それこそお前が知りたいことでもあるはずだ。いや、ボスは国を、俺たちを捨てたんだ。はあ、彼女の気持ちがわかるのか。お前はザ・ボスのあの時のラストイルを再現しようと。本人に直接聞くがいい。ジャック、ジャック、ジャック、ボス、ジャック、ボス、ジャック、帰れ。もはやお前のボスは帰れ。私ではない。ボス、帰れ。いや、半角カタカナ。俺はミッションを果たせ、スネーク。もう一度その尊い魂を奪うことができるのなら。ニコニコサマーフェス2010、いともたやすく行われるかつてない放送というイベントに呼ばれました。テラゾーです。はじめまして。関係ない話で申し訳ないんですが、ユーストリーム上で8月7日から8日にかけて行われるラジオイベント、有名な実況者さんや歌い手さんが呼ばれていると。なぜ呼ばれた？俺が。ちょっと不可解なね、事態が起こっておりますけども。まあこれもね、皆さんのね、日頃のご愛顧の賜物と思っております。ありがとうございます。俺が出演する時間帯は知らん。まだ決まってないけども。まあ詳しくは、
動画の説明文にも貼っておきますが、公式サイトの方からお調べになってください。応援よろしくお願いします。はい。あ、喉調子悪い。待たせたな。何もかもあなたに教えた。いや、まだあとはあなたが自ら。イベントシーンだけどね。確かに技術は、しかし兵士としての精神は。フーッシュダッシュバン、スウォッシュ、スウォッシュ、シャン、ウームギャースラム、ショップ、ショップって何？東洋では、まあ、ここら辺は MGS3 の完全な改装みたいな感じかな。愛国心、国への献身。忠を尽くしている限り、私たちに信じていいものはない。たとえそれが愛した相手です。それが軍人としての精神。ただ一つ絶対に信じられるのは任務だけよ、ジャック。クブーッシュバシ。私はソ連に亡命する。ジャック、あなたは連れていけない。おかしいだろその絵。まあ、この絵を作るために俺は海パンであそこをクリアしたんだ。計算済みだよ。やっと会えた。やっとクリサリスに会えた。ピューパは可愛い系だけど、クリサリスは美人さんみたいな、そんな印象だ。かっこいい。まあ、これは前回のパートの結果なんだが、 A ランクっていうね。あれ A ランクなんだみたいな。裸で駆け抜けただけなの。スネーク、今回の装備は対戦車ライフル1本だけだ。それでクリサリスと戦ってもらう。でかい。何気にピューパよりでかいんだよなこれ。この普段は絶対使わない一発ごとにリロードが必要になる対戦車ライフル、マジ使いづれ。OK。 音楽を鳴らして、このしかもリロードする際に、あれちょっと待って、止まんないといけないんだよなこの武器。すっごい使いづらいな本当。わーい、おっしゃ、すごい色飛んでると思うけど、見にくいけど、まあ、プレスしてる側も見にくいからこれは勘弁してくれ。どうしようもね。でクリサリスと戦うときは、あのここのな、窪地っていうか狭いところに行くと非常に戦いやすいんだが、今回はそれはしない。止まってくれ。キットナッパンが出てからが辛いところだな。あのワイヤーでさ、人をさらってく、あれ早く早く止まってよ。こっちはミサイル持ってないんだよ。無理だお、無理だお、見えねえ。どこどこ。オッケー。
おい、開きかい。早えよ。あー、2個も出てきた。キッドナッパーを攻撃してる暇ないからな、この武器だと。やめて、ほやら。やめてけよ。オッケー。あ、ちょっとなんか違うところにあった。やめてよ。リロードさせてよ。よし、連続で当たらない。うお、移動しな。ピッ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 。おい、外した。弾だってあんまりないんだから。避けないでくれ。やめてー、危ない。やめろ。普段なら狭いところにいればこのキッドナッパーは壁に勝手にぶつかってぶっ壊れるんだけど、今回はそれはない。あ、リロードした。喋ってるからさ、リロードしてるかどうか、ちゃんと。どっちどっちどっち。あー、そっち。やめてください。やめてください。待って。あぶねー。どこどこどこ、どっちどっちどこ、どっちどっち。ちょっと待って。避けてた。すげえ。どうやって避けた、今。いいぞ。あー、でももう、こっちも体力がない。でねえな、いた。うえ。どう。またか。回収してくれた。なんで今のタイミングで回収したし。AI ぶっ壊れてんじゃねえのか。オタコンが作った部分だろ今の。キュイね。お、やっとミサイル撃ってきた。今まで全然ミサイル撃たなかったか。おかしいだろ。特殊なルーチン、特殊なパターン入ってたな、さっきまで。ギリギリだな。うん。当たらんわ。誘導ミサイル以外は当たらん。きっとナッパさえいなければお前なぞ。あ、どっか消えた。どうせあそこから出てくるんだろ。何も持ってねえよ。空気読め。当てらんないよ。ここじゃないの。いつもこっから出てくるような印象があるんだけど。あ、違う。あ、あそこじゃん。なんでそっから出てくるの、いつも。オッケー。やったー、勝った。一発じゃん。大した絞りでもなかったな、スネーク。やっぱシュールだな、これ。ギリギリだったぜ。降りてこい。ちなみにこのレドームを壊さないとミサイルを一瞬で避けたりするから、こいつすごい機動の力を持ってる。今回はこれで終了。まあ尺的にも良かったな、一発でクリアできて。まああんまりな、スネークの死骸を重ねても一パートに何個も何個も死にゲーを見せても面白くないだろ。この高さ。無理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 。絶対無理だから。足折れるから絶対。どんだけ鍛えてるんだよ。危な。どんな攻撃よりさっきの落下が一番効いたと思うけどな、しね。お前、意に介してねえよ。かっこよすぎる。さすがです。やったね。まあな、私にかかればこの程度。それでは、またな。